皆さんこんにちは、むちょと申します。先日ノルマンディのカタログが届いたので、おすすめの馬いますかっていうコメントをねいただきまして、ちょっと私も改めてね、今残っている馬たちから選ぶのはどの馬かっていうのを紹介していきたいと思っております。まあ結構人気馬たちはね満口になってしまったんですけれども、まあ、馬券と違ってね決して人気のない馬が来にくいってことはねないかもしれないっていうのが、まあ、私の意見ですので、まあ、ぜひねこれからでも2019年産から一口馬主を始めたい、もしくは出資追加したいっていう方はね参考になればと思っております。まあ、ただですね、前提として7頭しか残ってないっていうことがありまして、まあ、これはね結構選ぶ楽しみっていう意味ではちょっと限られるところはありますね。そして大事なのは、去年とね同じスタイルであれば、まあ、この後にね三次募集とか四次募集が来る可能性はそこそこ高いっていうことをね知ってもらいたいですよね。またこの一括払いの 10% 引きっていうのももう今の一次募集二次募集には当然なくなってるんですけど、まあそれももらうことができると、まあ、そういった意味ではねお金的なコスパっていうのは今から出資する場合には三次募集待った方がいいのかなとも思うんですけれども、ただまあねこの6月なんでね、それまでちょっと情報があるかどうかもわからないっていうのが心配だし、まあ、何よりね早く出資して相棒を持ちたいっていう気持ちは私もね痛いほどこれまで味わってきたので、まあ、そこはその人次第なんですけれども、とはいえですねこの今年の三次募集に関しては結構期待は来るんじゃないかなって私は予想してるんですよね。この一次募集二次募集でノルマンディのエース級車と言ってもいい今三次級車っていうねところがあるんですけど、ここにまだね預ける馬がいないんですよ。まあその昨年もねノルマンディこの三次募集でコンさんに預けた馬いるんですけど、まあそれを信じて待つっていうのもありなのかなとは思うんですけれどもね。まああとは、まあ私基本的にはね早い時期の募集の方がまあいろいろと順調にいっている組だと思ってたんですけれども、この18年産に関しては同じぐらい順調にデビューできてるんですよね。しかも活躍してる馬もいて、まあそんなに避ける必要はないのかなっていうね気はしてますね。例えばこのビオマージュっていう馬とかね、エロージュの18っていう馬なんですけど、もともともう10月にはデビューして、最近ではもう2着まで来て勝ち上がり間近なわけですよね。あとはこのザベストデイシェイキッドオフの2018困窮者ですよね。この馬もねもう最初から5着まで来て、でも次戦では一番人気になったような馬なんですよね。だから決してね競争成績的に言ったら劣ってはいない、むしろ、まあ、よく走ってる方じゃないかなとも思いますね。スタンピージャクイックメールの18も新馬戦5着で賞金を稼いでいます。このアラハバキっていうミラクルキャンデーの18、なんと石坂厩舎、まあ定年されますけれども、この後も結構いい厩舎行くんじゃないかなと思ってます。この馬もね新馬戦から4着に入っておりますと、というように結構もうすでにね稼いでる馬多いんですよね。まあですので、今のね一次募集二次募集の馬で本当にね気になった馬がいるっていう場合にね出資するのがいいんじゃないかなと思います。まあ正直ちょっと気になる馬いないんだよなって方は、まあぜひねここは我慢して三次募集を待つ、もしくは、まあ、2020年産の一次募集を待つっていうのをかなりおすすめいたしますが、ただちょっと責任は持てないんですよね。本当にこの後6月5月に確実に募集があるとは言えないので、ちょっとそこは判断していただければと思っております。少し長くなったんですけれども、おすすめ紹介やっていきたいと思います。まずはですね、やっぱり私は一次募集の時からおすすめしてるんですけれども、この欧州フリートの19をね注目してますね。この馬ここまで人気ないのがねちょっと不思議でしょうがないところあるんですよね。厩舎の高柳水木厩舎もね結構ないいラインナップ揃ってる厩舎でして、まだ若手ですしね、車台系の馬も入ったりゴドルフィンの馬も入ったりして、私的にはいい印象あるんですよね。で今年もねすでに何勝かしていて調子はいいです。まあこの父ザファクターっていうのが結構難しいところではあるんですけれどもね、ただ私としては成功する可能性何度も言ってますがあるのかなと思っております。初年度産駒というか1年限りの教養の馬だったんですけど、それまでにね輸入された産駒が確か5、6頭いたんですけど、大体勝ち上がってるんですよね。しかも1勝に限らず2勝3勝とオープンに行ってる馬もいます。こんな感じですね。まあ、ノーザン系のね、
輸入馬が多いんですけど、まあ、それにしてもね、産駒少ない中からこれだけ3000万以上稼いでくれている馬たちがいるっていうのは、まあ、私はたまたまとは言い切れないんじゃないかなと思ってますね。で、母は14歳児に産んだ子ですね。まあ、母系を見てみてもね、マックスフリートとかも皆さん聞いたことある馬だと思うんですが、ミラクルオペラだったりビッグロマンサンライズマックスと、まあ、重賞馬が結構並びますよね。そして兄弟にもね、まあ、他のノルマンディのラインナップの中では結構高いんじゃないかなと思ってます。これを見ていただきたいと思うんですけれども、この合算プレイ以外ね、まあ、血統登録された馬牝馬ばっかりですよね。まあ、私は結構血統、その母ごとに母馬牝馬どっちで活躍馬が出るのかっていうのはまあまあ傾向あるのかなって思ってて、まあ、シーザリオとかは完全にね母馬が出た方がガツンと走ってたりしますしね。そういう意味ではね、この合算プレイ以降の9年ぶりのボバの子ですから、まあ当たってもいいのかなっていう気はするんですけれどもね。近年、まあ、GRI で勝ってる馬もいますしね、こんなに悪くは見えないんですよね。で、まあ価格的に見るとね、1560万、3万9000円と、ちょっともしかしたらお値段高く感じると思うんですが、とはいえこの馬も競りの時点で1210万で落札された馬ですから、値上げ価格自体はね、350万円だけと、ソラコマチとかに比べて結構ね、良心的な価格なんですよね。このセール価格からすると。しかもこの北海道セレクションセールっていうのは、生産者の中で選ばれた馬たちが上場する競りでして、まあその分質もね、高い傾向にあると私は思ってます。まあ血統的な評価でおそらく一口馬主の方からはそんなに人気ないのかもしれませんが、まあその生産界の方から見て評価はかなり高いと。いうことなんじゃないでしょうか。まあクラブ側もそれをね見越してちょっとお安い価格にしてくれたのかもしれません。一応ね名前はルテリブルと決定しております。4月10日生まれで下位 20cm、まあ、ここもねいいところなんじゃないでしょうか。馬体重もね先日の更新では454まで上がってきてますんで、まあコメントとしてもね背中の感触は上々、馬体に身が入ってくるが楽しみに一頭ということでいい感じですよね。芝でもダートでもやっぱり走ってきそうな予感がね私はしてます。ということで押しフリート検討してみてはいかがでしょうか。では次にね、やっぱり押したい祭りだゴッホ、この当選リリーの19にしたいかなと思います。まあこれは何と言ってもね、祭りだゴッホの一口馬の人の相性ですよね。ノルマンディだけでもね、ディバインコード、アリンナ、カルバリオとかアペルトゥーラだったり、母獣価格がね全然平均よりも低い馬で1億超えを達成していると、まさにコスパのねキングと言える祭りだゴッホなんですけれども、まあ、ただやっぱりね競馬界全体としての人気はね、まあそんな高くないと。種付け量もね全く上がってないですし、だからそこでね人気を薄めている部分はあるんですよね。とはいえ今年もね先日のマクフィ動画でちょびっと映ったんですけど調子いいんですよね。で一応母の実績だけ見れば結構上位のものはあるんですよね。地方交流の重賞勝ってるような馬ですからね、実績的に言ったら結構高なトップレベルだと思いますね、ラインナップの中で。ただまあ産駒自体がねそんなに何勝もした馬っていうのが目立たないですけれども、とはいえブリリアントリリーは2勝してますからね。まああとはこの2000年に生まれた母ですから19歳児に産んだ子ということもありますんで、そこをねまあ言い方悪いですけど妥協できるかっていう点ですよね。私もやっぱりあまりに高齢の母っていうのはちょっと避けたくなるところ正直あるんですよね。ただまあそれすらもガツンと跳ね返してくれるね祭りだゴッホに期待したいと思いますね。あとはまたこれも二次募集なんですけど、バルフューレンともしくはムーニーポンズあたりですかね。岩戸厩舎はやっぱりね思ってた以上に成績いいんですよね。最近16勝でずっと来てますし、ノルマンディの中では結構上位じゃないかなと思います。今年はもう3勝していて順位も38位と、まあまだ始まったばかりですけどスタートダッシュは成功したと言えるんじゃないでしょうか。あとね SNS とか Twitter とかも結構やってて結構いい印象を持ってますね。ムーニーポンズに関してはやっぱりお得感がありますね。当選ラーサンクって安い馬多いんですけど、その割に結構ね今だとデクラークとかグルワーブ、シェーンスタッドと言いますが、まあ、前途しっかりね走ってくれてるんですよね。小西厩舎とノルマンディの中は結構いいところありますしね、母系とかを見てみても祖母が G1 馬だったりしますからね。アメリカの産駒にもジェネシスロック、面白そうではあると思うんですけどね。ただまあ同じ血統のホープルレっていうのがちょっとね勝ててない地方でしかっていうのは人気を下げてる要因だとは思うんですけどね。まあとはいえ880万の一口2万2000円ですからね、ちょっとお試しで軽い気持ちでっていうのもありなのかもしれないと無責任ながら思ってる馬ですね。はい、ということでね、私が今から出資するならここからね選びたいと思いますね。
この血統でこの旧車でこの馬体でこの価格っていうのを全体的に見た時にバランスがいいのはこの馬たちかなと思っております。まあ、とはいえ他にもね、リトルビスケットみたいに母がね現役時しっかり価値を重ねていた馬もいますし、前頭いいポイントはあるんですけれどもね、まあ、とはいえやっぱり申し上げましたが、金額的なコスパであったり困窮者が今の時点では来てないとかっていうことを考えると、まあ待ってもいいのかなっていう気持ちはねありますね。あとは海外の馬とかもね、ノルマンディファームがもしかしたら購入してる可能性もありますんでね、マリアーズハートみたいにガツンとオープンバーも出してますからね、我慢できる方はできれば我慢した方がいいのかなと思いつつ、早くアイバーを持ちたいっていう気持ちもわかるので、そこはしっかりと吟味していただければと思っております。ご視聴ありがとうございました。